虎ノ門ニュースっていうのをやっておりましたので、まあ、ニュース解説はこのブログではあまりやってこなかったんですが虎、まあ、ノ門ニュースの出演回数が減ったということもありまして時々このブログでですねニュースの重要なものについてのまあコメントとか整理また皆さんといろいろディスカッションするということも楽しみでやっていきたいというふうに思っております。 えー、今日は稲田防衛大臣のニュースが出ておりました FNN のものですとですねこれはフジテレビ系のニュースネットじゃなかったと思うんですが、えー、防衛庁の幹部と稲田大臣がですね今年の2月2017年2月にですね大臣室でこの南スーダンの PKO 活動の問題について、まあ、議論をしたというメモがまあ出てきたとまあこれはですねあのまああのうそう文字で書かれている ところに大臣と書いてあるということもありますがまあこれはですね、まあ、稲田さんがこのスーダンの事件を知らないっていうことはもちろんありませんで何しろ国民的関心事ありますし国会でも大きく取り上げられておりますし、まあ、自衛隊としてはですね、えー、まあ日報がです、ね、公的なものじゃないとある隊員がまあ私的に書いたものだとかいろんなこういう細かいこともあってですねそれで、えー、まあそれはあの書類っていうのはありますから。 それをマスコミが言うように隠蔽という言葉であの書いていいのかどうかはちょっと分かりませんがいずれにしても防衛省としては、えー、公表する必要がないと判断したんでしょうねですから私はですねまず稲田さんがですね、えー、もし万が一ですよ聞いてないってことないでしょうけども重要な問題ですけど聞いてなければ私が聞いてないってことは非常にまずかったとやっぱりこういうのが防衛庁内でこういう重要問題が大臣まできちんと議論が されるこここととととが重要だといううをまず言うことですね第2は、まあ、聞いてても事後に聞いてもです、ね、私としてはこの問題はこの日本の問題というのは、えーまあ、公的な書類じゃないので、まあ、あの隠蔽ということじゃなくて単に、まあえー、公表する必要のない文書だと判断したとか判断したということを聞いたとか聞いて了承したとかですねそれから意義があったとか、まあ、稲田さんの あ今まで全部逃げ回っておりましたけどもごく最近の国会ではですね私は何でもオープンにするという主義だから私の主義と全く違うのでそんなことを自分がすることはないっていうに一歩踏みかごるなんで言うのっていう感じなんですよ僕は最初に言わなきゃいけないじゃないのとそれから私の考えと違うんで、えー、そういうふうにこう日報をですね文章を隠したりは私だったらしませんよとそこまではいいですね。そこまでは 稲田大臣が個人ならいいでですよそれでだけど国会議員であり大臣ですからねやっぱりそこはそれだけじゃ自分のことだけ答えちゃいけないわけで、えー、その国として防衛としてこの問題はですねあのもう過去の問題だけれども私としては公表すべきだったと思うとかですねなぜどういう理由でそうなのかとか日本の防衛についてこれはどういう意味が持ってるのかとか。 憲法の規定とかそれから自衛隊の派遣に関するいわゆる PKO の派遣とかいう法律とどういうふうに関係してて日本にとってはこれはいいことであり悪いことではないという自分の信念をですね語ってもらわなきゃいけないと思うんですよ。それは防衛大臣としては語ることいっぱいあると思うんですね。それで、えー、防衛をする時ですね何でも防衛とは隠しとけばいいっていうもんじゃないんですよね。つまり作戦とかですね軍事秘密っていうのは、まあ、これは隠しとかんできないわけですよね。 何でででももかかん出しちゃいいけななすよ理的行為になるからだけどもそれはほとんどの場合武漢ですよね、まあ、参謀長とか、まあ、参謀本部あたりがですね幕僚長ですね今で言えば幕僚そういったものが取り扱うものであって文官ですね特に大臣というのは政治家ですからやっぱり国民の理解を得るのに全力を注いでもらわなきゃいけないでこの日本問題というのは国民の理解が全く得られてないのはもう当然なんですね もちろんその左翼系の新聞がいろいろ騒ぐっていうのはこれはいいにしても私のようにやや右寄りの人でもですねこれはちゃんと言ってくれっていう感じなんですよ南スーダンで PKO 活動をするのは正しいんであれば正しいとそれから PA 活動の中でこういうトラブルがあったとそれについて日本ではこう書いてあるとこれは正しかったとちゃんとですねやっぱり言ってくれないきゃいけないんですよで自衛隊がプライドを持って海外で仕事をする日本としてはね今でも 自衛隊のの海外派遣,派遣に反対の人っっていっぱいいぱますよだけどもまずそういう国ですからねそういうことを決めたならですよ PK 活動に自衛隊を派遣すると決めたならそれは全力で守ってあげないとですねもうはしご外されたらやってる方がかなわないですよそれからやっぱりね自衛隊の方から鉄砲一つ撃っちゃいけないってそれは無理でね紛争地で向こうから鉄砲撃ち来たらこっちも応戦せざるを得ませんからね だそういう点でこっちがただダラダラと死んでいくのをそのままお前たち死んでいけとまあそういうわけにいかないしまた自衛隊を軍隊で軍隊であると認めとかないと国際的にはですね捕虜協定も結べないのでまあ自衛隊員が外地で捕虜になったらすぐ殺されても文句言えないと国際捕虜規定に反してもいいんだなんてやっともう自衛隊かなわないですよね <laughs> だから何たって自衛隊が国を守ってくれてるんですよそれから非常に重要なのは左翼で 自衛隊に反対の人とか言うんですいるんですよね自衛隊これだけ毎年毎年5兆円からの,あの税金使ってるんですからやっぱりどうしてもそういう人たちは訴訟をするべきですよ訴訟をして自衛隊は違憲だと違憲なものに税金を払っちゃいけないということはやっぱり訴訟してもらわないとですねなんだか訴訟もしないで外側訴訟っていうのは被害がなければ訴訟できませんけどね税金これだけ取られてるんですから十分に訴訟できますから。 訴訟をしてですね、きちっとやるという必要がありますね。それから、国連っていうのはあれ、集団的自衛権ですからね。あの集団的自衛権をあの役目とする国連に入っておきながら、もしくは左翼の人は国連に行ってなんか、例えば慰安婦事件を訴えたような左翼の人もいるんですけど、そういうことに国連を使って、集団的自衛権になると違憲だって、それじゃあね、<laughs> 子供みたいなもんですから。 それは高校生ぐらいだったらそういうぐらいのレベルの論理っていうのは時々あるんですけどね。大の大人がそういう論理しちゃいけないわけです。だけども、そういう論理になるのはですね、こういう事件が起こった時に防衛大臣が頑張らんといかんのですよ。言葉少なじゃなくて、言葉多くですね、やると。民主主義ってやっぱり言葉なんですよ。政治家はやっぱり言葉なんですね。ですから、例えばアメリカでトランプ大統領があれだけみんなから非難されながら、今でも頑張ってますよ。言葉って。それから、 えー、ツイートなんかもやってですねそして頑張ってますよだからやっぱり政治家は国民の代表ですからねあのですから私は関係ありません私は虚偽をした覚えはありませんこれはね防衛のために言ってるんですね例えば、えー、こういうふうになったと言いますでしょう大臣室のメモが出てきたと「いや私は大臣室のメモ大臣室で協議したことを否定したんじゃないんですよ」隠すということを自分が同意したわけじゃありませんよっていうふうに こう言葉を変えながら逃げていくことができる範囲でしか言ってないんですよ。ですからそれは自分の身を守るわけですよね。だけど自衛隊っていうのはもともと自分の命を捧げて国民を守りますと宣誓して自衛隊に入るんですからね。軍,軍人っていうのはその大将ですからそれは大将がですね逃げ回ってては話になんないんですよ。いや女性だからっていや女性でも大将になる限りはやっぱり男性と同じだけの覚悟を持ってやってくんないとですね 女性だから、逃げ回っっっっっっててていいんでですすだだたららららやっぱり防衛に女性が入ってもらっちゃ困るっていうことですからねだかね、まあ、今度のことで FNN のこのことがさらに発展するよりか先に稲田防衛大臣は自らですね、この PKO 活動の問題、そればかりじゃなくて尖閣諸島の防衛の問題、北朝鮮からミサイルが飛んできた時の日本人の命を守る自衛隊の活動の問題、韓国と、まあ、いろんな紛争がありますが、 共同防衛という点ではどうするのかという問題、それから南シナ海の航行が厳しくなってきたという中国の進出に対する防衛大臣の見解、これやっぱり積極的にやってくれないとですね、日本の防衛についてしゃべるのは首相だけじゃ困るんですよ。ええ、首相は首相として、防衛だけをやってるわけじゃありませんからね、よくそういうこと言うんですよ。えー、っと首相が最高指導者だから。いや何でも 首相は最高指導者だから僕ら選挙して最高指導者を選んでるわけですよ。だけども最高指導者を選んだ大臣っていうのはですね、例えば外務大臣が外務のこと言わないとか、国交省大臣が国交省のこと言わないっていうんじゃやっぱりね、それで何でですかって言ったら、いや、あの首相が最高あの指揮官だから。つらそうですよね。だから、この際ね、あのその井上さんがですね、いや、僕は人の顔つきで言っちゃいけないんですけども、 なんかテレビに出てくる顔つきが能面みたいですよ、自分を守るんだ、自分を守るんだ、覇気が感じられないですね、私は24万、自衛隊の頂点で、私は自衛隊の活動を支持しております、皆さん、このことはこういうことなんです、理解してくださいっていうね、そういう情熱のある防衛大臣を私は望みますね。